走れ夏チャンネル、シュッシュッ。はい、今日はバイクでラジオです。イエイ。じゃあ早速、出発していきたいと思います。走りながら今日もツーリングトークしていきます。それじゃあ早速スタート。ブンブン、始まりました。声取れてるかな。取れてると信じよう。もうすっかり夏ですね。だってもう連日20代後半から30度になってる日もあるし、もうね、私は夏全然好きじゃないんですよ。なんでかっていうと、私子供の頃アトピー肌で、ね、まあ、汗ももだからかなりひどかったんですよ。大人になるにつれてね、だんだん、まあ、治ってはきたんですけど、でもやっぱり小学生の頃はもうなんだろう、サメ肌っていうかゾウ肌みたいな感じで言われてて、家族からも、お尻とか全部カラッカラで、ね、皮膚科行ってお医者さんに、まあ、その患部を見せなきゃいけないじゃないですか。その時に、まあ、お尻見せるのにプリンってもうパンツも脱いで見せるのがねすごい恥ずかしくて、でも見せなきゃ処方してもらえないから見せてみたいな、なんかねその記憶があります。子供の頃はもうほぼ全身にステロイド塗りたくってましたね。まあでもステロイドってこう塗りすぎると効かなくなったり体に良くないじゃないですか。だから最初に保湿剤みたいなのをわーってお母さんにこう両腕広げながら、前面は自分で背面はお母さんに塗ってもらって、ですごいひどいところにはその上からステロイド塗ってもらって、いやあの頃はね本当ね、海もだから嫌いだったんですよ、染みるから、傷口が。でもね、私こんな夏美って名前じゃん、あの夏の海のように大きくキラキラと輝きますようにみたいな意味があるらしいんですけど、まあそのね、夏の海ってついてるぐらいですから、もうお父さんがサーフィンやってて、若い時朝もう早い2時ぐらいに出たんじゃないかな。で日の出前には海ついてみたいな感じでしたね。でお父さんは多分サーフィンに出かけて、私たちは車の中で寝て、で日が出てきて朝ごはん食べて、でお父さんは寝て子供たちは遊んでみたいな。でお父さんが起きてくると、なんかボディーボードとか教えてもらったりして、砂浜でね埋め合ったりとかしてましたね。今年はね、いやバーベキューたくさんやりたいなって思ってるんですよ。バーベキューってさ楽しくない？映えみたいなのはそんな大してやったことないけど、でもなんかバーベキューってだけでなんかいきなり特別感出てテンション上がるっていうか、私ね浴衣着るタイミングあるかなってちょっと悩んでるんですよね。コロナ前はね毎年絶対1回は浴衣着ようって決めてたんですよ。だからあの毎年1着買ってっていう方もで、ついでに仕事のイベントでも着ちゃったりしてみたいなのをしてたんですけど、着る機会ありますかね。私側道に入るみたいなのあんま好きじゃない。だって側道見つけられるかなって不安になる。なんかねこの間お誕生日トークショーをやった時に、バイク女子 YouTuber の茅ヶ崎みなみちゃんと稀に暇な OL なっちゃんに来ていただいたわけですよ、ゲストに。で、まあ、お二人はリアルイベントが初めてだったということで、だいぶ緊張していて初々しくて、
やっぱり2人ともコロナ禍とかになってから YouTube 始めた組だから、リアルイベントの経験があんまりないってことで、2人のそのこれからでもそういうイベントもやりたいって言ってたから、まあ、それの手助けになったらいいなというか、こんな雰囲気なんだよみたいなのが分かったから助かったみたいな風にも言ってもらえて、だからね、まあ、2人のファンで来てない人もたくさんいると思うんですけど、やっぱりちがみなちゃんはね、初めて会った時本当にこんな子いるのと思って、なんかこう動画で見てたイメージとはだいぶ違いましたね。なんか私声ちょっと今おかしいんですけど、なんかね、まあもちろん検査もして陰性だったんですけど、クーラーでまず最初喉やられたのかな、多分なんかホテル泊まることがちょっと続いてて喉やられたなーなんて思ってたら、ジムカーナの練習行って4リットルぐらい水飲んでたんですけどね、頭痛くて、で家帰ったら、まあ、また声ちょっとやばいなーって感じで、で寝て起きたらもう声が飛んでってましたね。ガッサガサっていうか、もうなんか音があんまり出ないみたいな。しかもその時8時間トークショーがあって、そんな日の朝に声飛んでってたんで、もうその時は終わったって思いましたね。なんかね、今回今向かってるところを、なんか1時間ぐらい下道走らされるんですよね。そんなに下道走るってぐらい、もうちょっと高速で近くまで行ってよって思うくらい。暑い。走ってるとね、高速走ってるとだいぶ涼しいんですけどね、風浴びて。でも下道だとね、風がないから暑さが溜まっていきます。風が気持ちいいですね。ちょっとスピード出るとやっぱり、なんかナビに頼らずともさ、行ける人になりたいな。もう絶対無理だな、ナビに頼らないと。もう絶対無理。そういえばちょっと前から本格的に、あの YouTube の時のあのヘルメット、このフラッグ、なんかグラフィックのアストロ GX だ。そう、アストロ GX のフラッグのグラフィックにしました。チェッカーフラッグの。前のね、オレンジね、一応持ってるんですけど、今はとりあえずこっちつけてます。このアストロ GX の何がいいって、口周りがなんかゆったり作られてるから、めちゃくちゃ喋りやすいんですよね。頭の上の方の、まあ、フィット感はそんな変わんないんですけど、やっぱり、口周りがゆったりしてると、あの着脱もすごい楽だし、あとほっぺのつく跡もちょっと気持ちばかり少ない気がします。ちょっと気持ちゆっくりして感じるから、あの長時間やった時の圧迫感みたいなのが少なくて、気持ちの余裕もある。口周りが緩くなったから安全性が良くなくなったなってことは決してないと思うので、安心して被ってます。結構ね、このチェッカーフラッグのこのグラフィック、いろんな人に褒められるんですよね。いいじゃんって言われます。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そしてコメントもお待ちしてます。また次の動画も見てください。